新城市は中華人民共和国三西省の南東部に位置する地球市。三西省の南東部に位置し、長寿市、林墳市、雲城市、河南省に接する。新城は古称を沢州といい、花夏文化の発祥地の一つである。伝承では、除家市、新能市、行、春、宇などが新城で活躍していた。 はた大は高都県の管轄とされ、北義により県修校都軍が設置された。583年、随町により沢州を設置されたが、598年に県政が施行され、赤川県が設置された。東大になると627年に初めて、新城県の名称で県知され、沢州の州府が置かれた。その後秋よでは、新城県、新大には、 大鳥大県と解消され、中華民国が成立すると1912年に新城県と解消された。中華人民共和国が成立すると、当初は長治選所の管轄とされた。1958年に新東南地区に移管され、高平県、両川県と一時統合されたが、1961年に再分割。 1983年7月、新城県は、研究士の新城市に昇格している。1985年5月、進む東南地区の廃止と、進む城市及び、長治市の新設が行われ、旧新城市及び、高平、洋城、水心水、両側の4県を管轄する、地球市に改変された。一市かつく、一県一級、市。 4県を管轄下に置く。新城市は、鉱物資源に恵まれ石炭、天然ガス、鉄、銅、亜鉛、金、銀などを産出する。特に石炭は、酸性省埋蔵量の1、2、全国埋蔵量の1、4を占め、寺川炭鉱などからは、品質の高い無塩石炭が、中国国内のみならず、世界各国に輸出されている。鉄道高速道路。 ありがとうございます。